500円やで、500円。見てこれ、24時間営業、すごい。失礼します。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼もうします。来たで、ここですね。なんかね、24時間営業の四川ラーメン、すごいな。わあ、これやばいな。これやばいな。500円やで、500円。京都へおいだす、どうも、水田京都、秋です。今日はね、ちょっと京都というかね、もう八幡のちょっと先のあの葛葉に入ったところなんですけど、ここにね、もうすごい、もうなんかディープで激安の四川ラーメンのお店があるということを、聞きつけてやってきました。はい、今日はね、その紹介していただいたラーメン仲間と一緒です。はい、こまちゃん。こんにちは。ね、ようこんなとこしてるな。ちょっと聞いて、一回行ってって言って、話をずっと聞いてたけど、まさか、なあ、ここっていう。びっくりした、こんなのある。ということでね、撮影許可もうたんで、はい、今から潜入したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴー、トリプルゴー、レッツゴー。行ってきます。見てこれ、24時間営業。すごい。失礼します。じゃあ、あの先電話させてもらったもん。まあ、とにかくこれ激安や。やばいな。肉増しとかないんかな。肉増しないな。あるわ、四川チャーシュー麺。これね、俺も今日ご飯やしね。これとね、このね、あと唐揚げ。四川チャーシュー麺と唐揚げ。あの、これご飯。これだよ。美味しい召し上がり方。やってきましたよ。すごい店があるのですね。もうほんま京都からもう目と鼻の先、八幡をちょっと越えたところなんで、はい。いやー、激安ですね。ちょっとね、僕ね、今こんなにお腹減ってないんで、今日はね、唐揚げと四川ラーメンのチャーシューも言いましたけど、いろんなセットとかも安いんで、はい、皆さんぜひ食べてみてください。ということで、今から食らっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もう来ました。京都のもんじゅうなんでね、今日もすごい量頼んでます。あ、ありがとうございます。来ました。僕、チャーシュー麺です。チャーシュー麺、すごいいっぱいチャーシューが乗ってますわ、これ。もう京都の猛獣はこれのチャーハンついた定食と、もうすでにスープ行く前から替え玉な、替え玉あ、来たで、チャーハン、あ、バスこれぶっちゃボリュームあるやん、あ、これやべえ、これと替え玉やろ、すごいな、これすごい、うまい、うまいで、うん、ちょっとスタミナラーメンっぽいな、うん、で、ほんま、うん、野菜のエキスが出てくる。なんだこれ。後ろのニンニク唐辛子。唐辛子。他にも入れ放題。これも入れ放題。他にもなんか入っとるな。いや、来ました。四川ラーメンのチャーシュー麺ですね。こんだけチャーシューが乗ってこの料金は破格ですよね。はい。いやー、うまそう。あと唐揚げ来るから。安い。ほんま安い。あ、ニンニク、ありがとう。スープは、ほう、こんな感じですね。いただきます。いや、唐辛子もあるしね。ニンニクもあります。ニンニク。ニンニクです。あ、ありがとうございます。
まあ餃子も食うから。冬すぎる。唐揚げも。すごいな、餃子に唐揚げにチャーハンに、はい、ちょっとチャーハン広口もらおう、はい、ちょっともらおう、もうほんまに懐かしい、ちょっともらおう。いやー来ましたよ、ほんまにむっちゃいい香りがするしね、もう食べる前からね、この香りでね、汗がかける感じですね。いただきます。始め、まずごまちゃんのチャーハンをパクったんで、チャーハンから。うん、ほんま懐かしい味、うん、懐かしい、なんか昔の中華料理やのチャーハン、うん、こんな感じ。ほら、四川ラーメンのスープを、なるほど、チゲ鍋風っすね、あれやわ、奈良のスタミナラーメン、はい、それに似てる、美味しいわ。うん、結構ね、あっさりしてるけどコクがすごい入ってる、うまい。チャーシューもむっちゃうまそうやん、これ。この下に野菜が入ってるんですよ、白菜にキャベツに。よし、チャーシュー、うーん、チャーシューもね、薄いながらもね、絶品ですわ。まず冷めないうちに麺いきましょう。麺はこんな感じですね。味変アイテムがね、結構あるからね、後で味変するようにね、はい、しますけど、あんまりバゲームしすぎると麺がなくなるんで、俺たちの麺バゲームじゃない。うん、いける、うまい、ツルツル麺、昔ながらのツルツル麺。野菜もこんなたっぷり入ってますね、これ。そうだ、大好物の唐揚げちゃん行ってみようか。唐揚げちゃんでも結構大きいのがね、この料理で3つ入ってます、はい、よく3個入れでしたね、はい、3個入り。うまい、素朴でうまい、素朴でうまい、唐揚げもジューシー。あ、これタレ、これ塩、これ唐揚げの塩、もうほんまこんな入れ物が見ちゃうよな、すごい、すごい、うん、うまい。ちょっと猛獣の、餃子パクるわ、餃子、餃子です。揚げ餃子。ああ、バリバリで中のミンチが甘くて、よくニンニクが効いて、ビールが欲しくなるね、これ。うまい。味変、味変。胡椒ですね。ブラックペッパー。とってここは唐辛子入れ放題なんで、ちょっと多いめにこれ。唐辛子多めに行こうか。今度はどこのラーメンにはニンニクですね。ニンニクも絶対ある。これよ、これ。うわー、うまそうやな、これ。これどんな味やろな。うん。結構辛い。結構辛い。香ばしい唐辛子ですね、これね。ありがとうございました。うん。ありがとうございました。うん。うまい。でもあれだけ入れたら普通の人だったら辛いで、だいぶ辛いで、気ぃつけな。ありがとうございます。もう一度は替え玉です。よく食うな、しかし、相変わらず。
俺ずっと食うてられるタイプなんちゃう。あ、それは言えるわ、うん、なあ、うん、あ、そうや、これ入れなが天かす。確かに天かすは合うわ。まあ、うん、合うな。合う、うまい。いや、うまかったですね。この辛さ調節できるのも非常に嬉しい。はい、味変メニューもたくさんあるね。ということで、むちゃくちゃ美味しかったです。完食、ごちそうさまでした。猛獣完食。はい、ということでごちそうさまでした。いや、うまかった。いい店紹介してくれてありがとうございました。最高でした、ほんま。いや、ほんまにね、もうこの値段は考えられへんね。ほんで非常にあっさりしてるんですけど、もううまみの強い、はい、なんていうかな、ほんまもう店入ったら中華料理やな、昔ながらの。はい、ほんでこの料金で全部いただけるんで、皆さんもう八幡から3分、はい、皆さんぜひね、食べに来ていただきたいと思います。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛します。ありがとうございました。よかった、はい、ありがとうございました。